はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 TKZGT というものです。はい、暴走カイラーさん使っていきたいと思います。 G 技さんのスキルマックスのね、暴走カイラーさん使っていきたいと思います。いや、かなり強いですよね。まあ、もうだいぶ使いましたね。高速集会の時とかに大種族パーティーとかで使ったりよくしましたね。まあ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 、フィーバー街でどのぐらい出るかやっていきたいと思います。はい、このパーティーで、まあ、やっていきたいと思います。オッチ変えてないですね。オッチ。危ない。オッチをこれにして、ね。いやー、いいですよね。かなり、はい、やっていきたいと思います。フィーバーでも打ちますか、まずは。フィーバーで打たなくていいかな。フィーバーまあ、ほんと使い勝手がいいですね。その言葉に尽きる。技ためられるし、すぐ打てるし。まずは普通で、普通技、いきます。はい、溜まりましたね。でこんな感じでね、服に用意してあげる。いきます、打ちます。打点煉獄か。はい、このダメージ。いや、強いですよね。はい、かなり強い。 G 技食べますか。次は G 技で、はい、 G 技たまりました。打ちます、いきます。打点煉獄か。はい、このダメージ、いやー、いいですね。やっぱ G 技さんなんでね、はい、このぐらい出ますね。はい、まあ、猛種族っていうのもありますし、はい、次はフィーバーでも打ちますか。フィーバーで、はいはい、フィーバーになりました。フィーバーで打ちます。まあ、フィーバーだとこんな感じですね。こんな感じで溜めてあげて、はい、このダメージでまたね、技打ってあげたい、できますね。これがいいですね。はいはい、G 技でフィーバーで打ちます。いきます。どんなもんですかね。こんなもんです。はい、いや、強いですね。はい、 G 技フィーバーだとこんな感じです。はい、はい、次はね、おはじきで使っていきたいと思います。はい、おはじきね、今ね、その特攻ついてるんでね、スキルレベルマックス&特攻ついてますね。はい、これですね、ショーですけど、はい、使っていきたいと思います。カット。この大収録パーティーでね、おはじきやっていきたいと思います。はい、おはじきでもね、使っていきたいと思います。はい、スキルレベルもね、マックス、こちらもマックスになっております。はい、まあ、こんな感じですね。はい、オッチもね、ちゃんとつけてます。はい、おはじきやっていきたいと思います。カイラさん打っていきましょう。どうなんでしょうね、スキルマックスですからね。 G 技もレベル3ですか。よいしょ、打点煉獄が来ました。チレッチレッチレッ、おお、あ、強いですね。いや、かなり強いですね。あと、カイラさん、いつも、集会で使ってる時、宝集めとか、そういう時に使ってる時は、こんな感じのパーティーで、よく使ってますね。はい。まあ、どんな感じで使ってるかというと、どこで使うかな？ここでいいですかね。はい、ここじゃダメだ。まあ、ここですね。まあ、ポチポチするだけですね。ポチポチゲーですね。それだけです。で、まず、まあ、カイラさんか、誰か食べます。まあ、カイラさん食べますか。で、カイラさん貯めて、これで、まあ、大ダメージ3万ですね。で、さらにこれ貯めて、他が貯まって、まあ、4万と、はい、まあ、てな感じで、まあ、使ってますね。すぐ貯まるんでね。できれば
今回出たエンマ大王松木さん、あれいいですね、相方としては、かなりいいですね。まあ、学校が淡いさんと先に貯めるパターンもありますね。それだとね、火力が足りないときあるんですよね。まあまあ、こんな感じでよく使ってますね。まあ、カイラさんの相方は正直、エンマ大王松井さんがいいですね。はい。まあまあまあ、2体目、まだ持ってないんでね。1体しか持ってないんでね、正直厳しいですけど。はい。って感じですかね、カイラさんは。いやー、本当に使いやすいし強いし、いやー、かなりいいキャラですね。はい、ありがとうございます。いやー、本当にいいキャラです。はい、まあ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 、どうですかね、わざわざ引く価値。まあでも、もう全然全然、まあありですよね。全然あり。これにも似てるっちゃ似てますけどね。はい、すぐ溜まる系としては、まあまあ、でもこっちの方が、まあ、いろんな妖怪を溜めやすいですかね。まあまあまあ、まあ、全然ベクトルが違います。はい、なんでもないです。はい、攻撃力ね、 1145 HP 1056、はい、高いですね。はい、そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。